はい、どうもピローズと申します。飛球場シーズン68、6日目の一戦やっていきます。まず砦がレベル5、タイマーの訓練所がレベル2、白のフィンがレベル4、作戦室がレベル5、回復の塔もレベル5、黒の封印はレベル4と。まずは無凸のボンミカヤ、月光を持ってますね。これ何か鼓動でブーストかけてあるのかな。で、救援持ってますと。無凸で60万の強っ。次に旧凸花七のオフェリア、攻撃力71、はぁ強い。で、死の吐息、完全テンプレからの僕と同じいじり方の死の吐息からの不動の姿勢、待ち伏せ係。次に10凸花4の伝承アクア、僕と同じいじり方ですかね。極技飛行、純正か。次に1体目の1凸ドーマ、ほぼ自前スキルですね。入れ替え持って扇の鼓動、次に10凸、すごいな。10凸花子の闇チキ、滑ってますね。からの切り返し。こっからまたこれでバフかかるんでしょう。はぁ、で、最後に無凸のドーマ。ほぼ自前スキルですね。入れ替え持ってブーツ。はい。ってことで3日連続、伝承リーフくん登場となります。いやー、ダブルメガクエイクだしなぁ。踏む必要ないかなと思うんですけど、攻撃しに行くときに結局、この雷の罠、うざったいので、踏んどきたいんすよね。とりあえず。からの、やっぱりこの、今回リーフ君使いましたけど、普通にクロニエさんでも危ない拠点ですね。多分まっすぐ、ど真ん中からクロニエさん使ってもいくと思うんですけど、竜特攻ナーガで付与して、このチキは倒せても、その次、オフィリア倒さないと死んじゃうので、クロニエさんが。多分、回復の塔を壊さず、オフェリア倒すんですよ。で、この二人に死ぬという人分ですけど、結局この塔で回復されるので、全開に。で、ミカイはもともと、待ち伏せ対策武器持ってるので、普通に攻撃してくる。このドーマなんですよね。このドーマが全開しちゃうので、普通にクロニエさん捕まっちゃうんですよね。なので、普通にクロニエ使えない拠点です。で、塔が仕事、塔じゃない。塔石器が仕事してくれてます。とりあえず踏みに行きましょう。こうかな、こうして。で、そして最高度かけて、ぶちかまして。大丈夫やね。2歩進めて、もう。あ、元に、あ、極技飛行でもう元々広がってんのか。これありがたいですね。うっかりチキの、この、ここを一歩プラス、これですよね。移動プラス1。これ、うっかり、その、ほっとしたギミックになってんのかなと。ちょっと画面濡れてるな。タッチペンが欲しい。ボタッチしないようにと丁寧にいきますね。来て、で、飛ばして、どうだ。本物。いや、30。これでもう離脱状態になってるんですけど、まだ早い。まだ時ではない。はい。よろしいですね。ああ、緊張するな、まだ。ピーチ3目。やばい。みんな虫の息。大丈夫かな。帰ってこれないし。で、とりあえず今、目論んでるのか。わかった。てか、普通にもう今行ってもいいような気するんですけど。大丈夫かな？今、目論んでるのが、このチキを倒して、多分倒せるんですよ。今、57からの、ダブル大覚醒でプラス14。なので71かっ
ける竜特攻なので、100何歩攻撃力。ただ上限が99なので、多分普通に倒せるんですよ、全開でも。そこから最高度かけて、ただ3ターン目に行かないと、このドーマが、普通にブーツと電子枠の最高度で襲いかかってくるので、次のターンだな。うん。で、いいよね。頼むぞ。ちょっとあんまり、そっかくは考えてないんですけど。ただ、隣からなら。いい手だね。作戦室外せば、ぶちかます必要なくなるのか。そうですね。これなら、これなら、ただ竜特攻付与されてない。ただもう雷の塔入っちゃうし、あー、大丈夫かな？お願いします。あー、しゃあないな。とりあえず作戦室外れたから、すぐ殴りに行ける。そして右側の罠は、外れなので、こうして、応援も取ったっけ？空戦とかも取ってない。ああ、ちょっと考えれるな、これ。これ倒すでしょ？そうね。最高度かけて、2回殴らないといけない。わかった。これか。あ、2回はワンパンする。このドーマならいいのか。てか、オフェリア普通に届いてね。大丈夫かな。一体落ちとか、しゃあないかもしれん。うん。全員ワンパンしちゃうので、帰ってこれない。で、これを倒すでしょ。で、最高度。でも、お帰り、お帰り離脱できますと。とりあえず、オフェリア普通に届いとるな。オルツナさん犠牲にする？この手で未来を。オルチナさん犠牲になってもらおうか。承知しました。道具符か読めてないです。あ、こうしたら逃げれんのか。単純なんですけどね。先を急ごう。どこに帰ろう。ここら辺にしとく。ここ誰も届かないっすよね。リーフ死ぬと終わるし、竜特攻、いや、付与する必要ない。ここ壊しとくか。よし。さあ、どう来る？どう来る？そこで最高度？オフェリアは？そこで。そこで、そこでか。うん。これはいただいたんでは？ただ結構回復したな。じゃあここ、オフェリアさんか。ワンパンできる。最高度かけて。いや、最高度したら捕まるな。どうしようかな。ここ正念場だな。うわ、届かない。考えろ。ここ大事やぞ。フレバー入った。
アルムで倒せるんじゃないのかな。はい、どうする。はい、倒せる。さすがボーナスキャラ。倒す。あの罠うざったいな。2階の下のやつ、あれさえなければ。仲間は見捨てない。あ、離脱、離脱状態をうまく使えるの。ナーが一歩上に上げて離脱させる。で、救援でもかけせれるよ。オフィリアに捕まるわけにいかん。ちょっと考えます。よし、わかります。わかりました。決まりました。やっぱ当初の予定通り、ナーガに離脱かけて近づく。救急車が。いつの予感ですか、もしかして。とりあえず、一体落ちで、済めば、御の字なので、ハイコードかけても意味ないしね。よし。頼む。オフェリア変なことするな。普通に来た。普通に来たので、ただ、エナジー取りずれ。この人すごい大志で、そして。わかった。普通に倒す。仲間は見捨てない。ただ、あ、オフェリアなら再行動発動するね。あー、右、僕じゃない、左奥のエナジーきついな。クリアはできるけど。諦めるか。なんかないか。とりあえずオフェリアを倒す。で、サイコード発動するでしょ。で、ミカヤを、あの反対側に誰か送れれば、行け、見えましたぞ。よろしいですね。こうだ。承知しました。はい、サンドイッチ。いい手だね、からのぶちかまして、はい、いやこれちょっと神回ですぞ。うん、あと1ターンしのげば、あと2ターンもある。よし、いけるぞ。はい、で普通に倒せるから、この手で未来。オッケー、これを、あれ、軍師の作戦室、ここに来て。あ、救援でいける。あ、よかったよかった。そうしよう。こうして、こうして。いやー、疲れるわー。で、オルティナさん、お願いします。いやー、これは、ちょっと過去にないぐらい、うん、なんかすごいよくできた気がします。あー、時間かかったな。14分。いや、僕のお昼休みがだいぶ短くなっちゃったんですけど。いや、これはちょっと、うん、ちょっと、うん、自慢したいぐらいですかね。よかったです。とりあえず、6日目が攻めパーフェクト、じゃない、マイナス40で来ております。はい、続きまして6日目の防衛やっていきます。今回も1名様いらっしゃって3体撃破で防衛成功となっております。そして、この防衛かなり激戦でしたね。いや、6日目、だいぶ暑いことになってます。あのギャラルブルーを返り討ちにしました。見に行きましょう。で、スペック的には、どうなんだろう。ナーガだけすごい突進んでてですね。6突。で、他が自前スキルですね。うん。で、船員で魔法の式か。で、ぶちかまし、うん、やっぱりナーガはぶちかまし係。なること多いですね。で、今シーズンボーナスキャラの弓アルムくん。うん、ほぼ自前スキルですね。引き寄せ。うん。で、僕の拠点の天敵、ギャラルブルー、フィオルム。
ヒットまでそんな上げてないですね。56か。いや、56って、どうも2体編成でもうちのメンツ大体かかっちゃいますね。そんなガチガチにヒットポイント上げなくてもいいのか、嫁ヒヨルムって。これは勉強になりますね。気づかんかった。で、次に、無凸の肥沃英雄のアルフォンス・シャロン。これすげえ強いんすよね。切り返し持たせて。無凸でもいいステータスしてますね。速さ下げ、いい個体値も引いてる。で、最後に、無凸のオルティナさん。これもほぼ自前スキルですね。引き戻し持って。で、まあ、テンプレですね。攻撃魔法の大覚醒と。で、まずもう初手からギャラルブルーぶっ刺さってますので、うちのギミックがせっかくヨファ君に、馬の訓練所刺さってるんですけど、強化もか。もうレスト先生、しまくりな、トリガー引きまくりな状態なんですけど、これも速さの封印持ってますしね。何も気にしてない感じですね、とりあえず。で、早速、肥沃スイッチというか、これなんだっけ。奥義カウントを下げるやつか。で、ヨファ君をそのまま受けに来られるんですけども、倒されますよね。切り返しもあるし。で、ドーマがこれ、見事に前線に立つ。かっこいいですね。これにビビったのか、とりあえず皆さん、引っ込んでいくんですけども。これ読めなかったみたいですね。レストからの、そう、リーブが突っ込んでいく。作戦室刺さってると踏んで、ナーグを手前に置いといたのがちょっとあだとなりましたね。そして回り込みでギュンギュン、ドーマが行く。さあ、でも、受けに弱いですしね、ドーマさん。で、2体ともやられちゃうか。さあ、どうする。まだ、作戦室が今刺さってたのか、2人に。ただ結構距離ある。向こう最高度持ってないのか。結構戦いづらそうですね。いやー、激戦だわ。で、オルティナさんゲット。これで2体目か。で、ノルマ達成ですね。で、リーブがもう作戦室でもう全然進めない状態ですね。ここでやられちゃうか。ただ待ち伏せ。惜しい。そういえば待ち伏せ持たせてたな。まだ頑張るのか。で、アルフォンス・シャロンもゲット。3体撃破です。ここで心折れたかな。うちのマリアベルかなり強いの、かなり強いので。いや、だって、結構なステータスでしょ。バフなしでもこの古軍のおかげで、64の42か、速さ。なんでね、最後の守護神としてはもう、十分ですよね。多分このまんま、殴りかかっても倒せないですし、なんなら帰り討ちにされるんじゃないですか。だから心折れたのか。しかも3マス移動するし。エナジー取れないでしょうね、これは。多分、あのまま強引にエナジーさえ取れれば、てか、マリアベル倒せてたらもう、あれか、突破していくような感じだったのかな、もしかして。いやー、とりあえず、あのギャラルブルーを、に対して防衛取れたのは嬉しいですね。はい。にしても攻めの方でも離脱リーフ君うまいことを使えるようになってていい感じになってますんで、あの感じで、いやもうちょっと自信ついてきましたね。なので残り今シーズンは2倍でやるんで、あと2戦か。エナジーもしっかり取れてますので、また離脱リーフ君使いたいですね、ぜひ。はい、そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。